介さんはもう多分感覚で、はい、じゃあねみたいな、今ここ答えちゃいけないところだっていう空気感もめちゃくちゃこう、かたや今お前ここで絶対答えて正解して抜けろよ、あーなるほどなるほど、空気感で教えてくれるんです。サンダさんは言葉にして教えてくれる。なるほど。どんなフリップとかで分かんなくても、はい、空白、はいはいはい、空欄と分かんないっていう答えだけはやめろって、そしたら俺が面白くするから、するから、うわーすごい。